私なんか趣味で一時期鳩の練習してたむっちゃうまいんですよ。でもこれは四天王寺、大阪に住んでた時に四天王寺ってお寺があって、お寺に鳩がめちゃくちゃたくさんいるんですけど、亀もめちゃくちゃたくさんいるんですけど、そこの鳩の横で鳩に気づかれないように鳩の鳴き真似をするっていうのを紛れる、そう紛れる。これは結構音量がちっちゃいんで、ちょっと心してやるね。はい、いいですか。私久しぶりやねんな。準備できましたけど。ちょっと待って。じゃあやろうか。いる本当にほんまに鳩がいるっていう。これね、電車の中でやってても全然気づかない。電車に鳩がいると思われる。うん、聞こえへんと思う。だから皆さんの電車の中でよかったら、今誰にも気づかれずに鳩の練習してるっていう気持ちでやってみてください。いや、なかなかできないですよ。何鳩なんですか？ドバシカ。ドバシカ。アキコバト。イカキアキコバト。盛り上げたら聞こえへんこと。ああ、そうですね。やろうか。お願いします。それでは秋の曲をね、山化粧という曲をどうぞ。西本さん。
ございます。